勉強したり頑張ると得ていくものもあるじゃないですか、はい、でも時間だけはひたすら減っていくなと思ってそうっすこれ動画の入り方がおかしいでもいつもこんな感じですね。いやもうこんな感じも今日はね分かってきたりしたのね。黒沢太郎。そうです、あの太郎って呼ばれてます。すごい理由で呼びましたよ誕生日が一緒っていう。いやでもね俺動画とか見てて、あ本当ですか。いや全然見てて、あーなんかあれやっぱやる若手というか俺なんもうそういうやつをどんどん会っていって、ええ、技も盗んで潰していこうかなと俺いいっすね。なんか、うん、ディレイ。おお。なんかアームで今どれ踏んだ。あこれどころか、これただですね、普通の、まあ、ディストーションでちょっと今ディレイ飛んでますけど、なんかこれ合わせて、幻想的な感じですね。なんか最近のジャズに多分あんまないサウンドなんで、確かにこういうの混ぜて攻撃的な、攻撃的にいいっすね。やろうかなぐらいの感じで普段はやってます。おお。そうですね。なんか、まあ、指で弾くのもありますけど。おお、渋いな。手癖なんですけど、おなんか指3つで
はい、ロックマイナーとかこの、はいはい、この点方にも、うん、この感じのこと、うん、違うここもちろこれ誰のこと自分で編み出したみたいな、おお間違えた、どんどん吸収していきます、頑張ります、あでも先を書こうと、これが若い感性が、うまいね、thank you.
んか歌もんだからかっこいいですか。あと作りますよ。なんか歌もんっぽいかもね。本当ですか。歌もんっぽいっていうかなんかね感性があると思う。あーフレーズのなんかめちゃくちゃ上から目線面白い。